どうもお疲れ様です本日は2月17日朝6時になります相場解説をスタートします冷やしを見ていただきますけども、えー、こういう風なね下げトレンドがあってそして横ばいがあってあ横ばいね横ばいは四角で囲います横ばいがあってそれからあ右肩上がりが始まりましたよねでここの 陽線3つなんですけども、陽線した日を出して、迷いなく上昇傾向に向かっていますけども、ちょっと今日のあたりでは、もしかしたら、陰線が確定するかもしれないですね、まだ1日が経ってないんで、これ、確定じゃないんですけども、どうもですね、このサンバガラスじゃないや、三平の後ってのは、一旦休むことがあっても、まあ、上昇をね、続けていく、そんなトレンドに乗っているんじゃないかなっていうふうなことが判断できます。さあ、4時間の方を見ていきましょう。 4時間のを見ているとね、一つ特徴的なところが確認できます。それは何かというと、この先端の方なんですけども、この辺りね、下ヒゲがだいぶ出てるでしょ。だから下に行く圧力はやっぱりなくなってるってことなんですよ。そしてここを見ると、えっ、ね、と、3平ですよね。3平から4平に変わっていって、そして若干横ばいで調整が入ってるところです。でも調整といっても、 これは下に下がる圧力がほとんどなくってヒゲで打ち消されてますからまあ,あのこれからね下に向かうことは少ないんだけども上に向かう可能性は十分あるって形が見て取れますよね全体的にもこう上昇トレンドを乗ってるでしょそれからここから見ても右肩上がりですよねはいそして1時間を見ていきます1時間を見ていくと限定的にこの辺りはレンジに入ったと言ってもいいでしょうだ全体的な流れは右肩上がりになってますし実際に上がって えー、押し目を作って高値を切り上げてそして安値も切り上げてさらに高値を切り上げてってことを繰り返すところを見るとこの後も横ばいに入るんだけども上の方にブレイクすることが大いに期待できるかなってことですそしてレンジオプションなんですけども現在ね今レンジオプションの倍で入る絶好のポイントが入ってますよねですんでまあ私の場合は倍にすぐ入りますけどもあとはね皆さんの検討をしていただくところでどっちに入るかってことになります まあ今日はそんなことこですかね。金曜日なんで、うん、まあ慎重に行った方がいいと思いますけども、まあでもね、このレンジオプションをテクニカル的に利用するんだったらもう倍ですよ、ここは。それしかないと思います。え、それではね、その結果がどうなるのか、ああ、まあ昼ぐらいにもう一回調整して、もしかしたら決済して再エントリーするかもしれませんし、夕方まで放置してえ、全決済するかもしれませんし、さあ、果たして結果はいかがでしょうか。とりあえず今の時点では、レンジオプションで倍、 この、ね、えー、スタートラインが見えてるかなっていうこところでございます。それでは、また後ほど。